耳コウモリは、ヒクカコウモリ相続の多年層。根茎はわずかに射上する。茎はややジグザグに屈曲して伸長し、高さは60から120センチメートルになる。茎にほとんど毛はない。葉は、茎のチューブに、普通3から4個が、まばらに護生し、茎につく葉は、膜質、葉心は人型で。 長さ7から1 7センチメートル、幅11から2 5センチメートルになり、刃先や数箇所の主要な脈の先は急に短く尖り、基部は心形になる。円には不揃いな結黒状の巨子がある。刃の表面、裏面ともに無毛であるが、裏面の葉脈に沿ってまばらに縮れた毛が生える。傭兵は、長さ4.5から9センチメートルになり、翼はないか。 または上部あるいは下部に狭い翼があり、基部は耳状に茎を抱き、幼少は合わせなして円筒型になる。下記は8から9月。登場下序は相乗円錐下序に斜め下向きにつく。すべて両性の筒状花からなり、頭花の花柄は長さ2から6ミリメートルになる。双方は胸筒型で長さ8から10ミリメートル。 双方辺は一列で5個ある。一等花は3から5個の小花で構成されており、果敢は白色で長さは8.5ミ、mm、リメートルになる。果実は長さ4から5ミリメートルになる円柱形の痩せ花となる。肝毛は白色で長さ4.5から5ミリメートルになる。日本では南千島、北海道、本州の東北地方の青森県と秋田県に分布し、 温帯域の夏緑林の林内や亜寒帯域の亜寒帯信用樹林の林間の草地に生育する。国外では中国大陸、ウスリー、カムチャツカ半島、サハリン、千島列島、アリューシャン列島に分布する。和名を耳モリは耳川掘りの意で傭兵の気分が茎を抱く様子を耳としたもの。種小名コンチャルタカスはカムチャツカノの意味。本は コウモリ相族がカカリア族とされていた時、カカリアオーキアレット DC バリエーションコンチャルタカモツムとされ、日本には分布しないカラフト耳コウモリを基本種とする変種とされてきた。カカリア族が廃止され、アジア産のものがパラセナチを族とされた際にも、1995年に小山広重によってパラセナチオオオーキアラチャス JR グラントバリエーション、 コンチャルタカスコ小山と同様に編集として組み替えられた。2009年にはタ田イ一によってパラセナチをコンチャルタカスド田と独立した種とされた。ミミコウモリの編集に小持ミミコウモリ、パラセナチをコンチャルタカス、ド田バリエーション、バルバイファード田がある。北海道の大雪山系、日高山脈、夕張山地、増毛山地、カバト山地に分布し、 温帯域に生育する。溶液に無加護をつけ、果敢は基本種より小さく、長さ6.5ミ、mm、リメートルになる。純絶滅器具。ありがとうございます。